厳しい。アルファベット探すのね。アルファベット探すんだ。アルファベットどこにあるかな。どこにあるかな、アルファベット。中ぐらいでいいかな。あ、ついてるついてる。うん。今はさ、お菓子食べたい。お菓子食べよっか。いいよ。おやつタイムにしよっか。ちょっともうちょっと前するよ。おやつタイム。これみんなで食べるからね。欲しい音。うわー。いただきますの時間だ。美味しそうだね。美味しそう。お菓子タイムだ。食べよっか。食べよっか。ビール飲む？うん、飲む。しーちゃんビール。ビール。せーの、いただきます。はい、どうぞ。みんなで食べるよ。ペース欲しい、うん、寒いよ、絶対上着てよ。嫌なの、うん、しーちゃん大丈夫？うん、大丈夫。寒くない？うん。もっと早く導入すればよかった。これちゃんとあったかい。あったかい、あったかい。乾杯。乾杯。しない？ちょっと曇ってきた。そうだね。さっきまでなんか結構上着なくてもあったかいかなと思ったんだけどね、うん、急にやっぱ日が差さないと寒いね。ちょっと天気が安定しないね。うん、本当その電気毛布、うん、電気ブランケットか。電気ブランケットあってよかったね。これすごい多分当分使う、うんうん、だってさ真夏以外はさそれでも朝晩冷えるじゃん、うんうん、だけど毎回コートとかさ、うん、持っていくのもちょっと嫌だからこういうのがちょうどいい ね。なんで今まで使わなかったんだろう。外で電気が使えなかったからね。そっか。いや便利ね。これすごい軽かったんだけどさ、うん、4.6キロ。 4.6 キロか。あ、うん、軽いね。軽い。片手で持ち運べた。うんうん、うん、こういうさ外で使うのはこのぐらいちっちゃいのあったら便利だね。便利。テーブルの上に置いてもこう小スペースで、うん、他のご飯とかいろいろ置いたりできる。そうだね。このぐらいのテーブルとは余裕で置けるね、うん、これからさもうちょっと暖かくなってきてピクニックとかもさ、うん、なんか持っていきたいね。うん、いける、ね、このサイズ大きさ重さ、うん、だからこそできるね。ね、まあ、あったかいよ。あったかいよ。うん、パパもねち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 、うん、すぐ張り付いたね。張り付いちゃうね。欲しいもなくなっちゃったよ。だってユーリが2つも食べたんだもん。そうなの。ね、これ欲しいもん。ユーリも大好きだもんね。美味しいね。美味しい？ね、うちね。じゃあいいや。来るこっち。あったかいよ。大丈夫？ねえゆりちゃん。見てるだけであったかいから。本
てかめっちゃ雨降ってきたんだけど。でも無理じゃない外でご飯作るの。ちょっと厳しいかな。せっかく焚き火したけど。今日は中かな。かな。うん。なんか弱まったかなと思ったらまた降るの繰り返しだね。そうだね。ねえしんちゃん、携帯充電したいんだけどさ、うん、これこんなにいっぱい充電してたらもう無理？いや、全然大丈夫。いける？うん。うん。全然余裕。そうなの？うん。容量自体は、268.8W かな？うん。だけど、出力が600あるから、いっぱい繋いでも同時に全然充電できる。え、そうなの？うん。いっぱいこういう風にいろいろ充電できるのがあっても、その出力が弱かったら、結局それが同時に充電ができるのが少なくなる。うん。だからそれを考えられて、600W いきますよってある。まあでも今ちょっと結構いっぱい充電しちゃったからさ、うん。だいぶ容量減っちゃったけど、うん、またこれ充電するのも時間かかっちゃうよね。これは急速充電だったら 0.5 時間で80% まで充電できる。あ、そんな早くできるんだ。うん。AC コンセントからの充電だったら、まあ、1時間もあれば 100% ぐらいに充電できる。こう短時間でいっぱいになるのってやっぱ嬉しいよね。そうだね。ちなみにこれライトもここにあるからこうやって、うん、明るい。そう、暗いところでもポチって押せば照らしてくれるから手元が見やすい。あ、そっか。これさ、外にも持っていけるからさ、うん、外のライトとしても結構使えるね。うん、使える。本当にアウトドア向き。そうだね。今玉ねぎ焼いてるのよ。お願いします。はい、じゃあお勉強を始めます。よろしくお願いします。じゃあまずこれからしましょうか、うん、じゃあこれが何か読んでね。カタツムリ。はい、カタツムリ。カタツムリ。包丁。包丁。包丁。何？ライオン。うん。ピタ。ピタ。うん。ママ、見せてあげる。うん、ママ見せてあげよう。うん。ママ、ママできてる。うん、上手にできてる。100点。よかったね。今日のご飯何？今日のご飯？うん。これ。これ何？いや、つくねなんだけどさ、うん、ちっちゃく。うん。ハンバーグのサイズ作ろうと思ったらさ、ちょっとドバッと出ちゃったからもうまとめちゃった。いっぱいあるね。味は同じじゃない？そうだね。ほら、美味しそうじゃん。上手。黄色。焼き色。
ちょっと待ってね。さあ、これでちょっと待って。あ、ご飯炊かなきゃ。うん。一人でのマンキーラピマンのベハウスオーレハテセママカーに立ってたってはたなあなあマンキーラピマンのベお医者さんにして。お医者さん、いいよ。もしもし。ミミちゃんがね、うん。気がして汗が、うん。引いてちゃったみたい。そうなの？早く、絆創膏貼ってください。はい、絆創膏ね、うん。はい、ベタ。大丈夫です。うん、もうこれで治ったかな？ありがとう。どういたしまして。これでまた歩ける。うん、よかったね。またこけたんだ今度は、うん、鼻が痛い鼻大丈夫かなあ、まだこけたまたこけたまたこけたまたこけたなじゃあお勉強頑張ったからゲームの時間する？うん。池袋でどこで干せばいいの？ん？ここでできるのよ、ゆりちゃん。え、干すのはどこ？ここね、ここ。よいしょ。自分でできる、あとは。うん。お手伝いしてくれる？はーい。ゆいちゃん、これ。これゆいちゃん？うん、これゆいちゃんのご飯。上手に持てるかな？うん。重たい？重たいかな？それじゃあテーブルに置いてください。そう。できたできた。で、じゃあ次お箸並べてくれますか？はい。待ってよ。これ誰がどれかわかる？うん。ゆりちゃんとパパとママのだよ。うん。ママの。最後パパね。うん。それパパの？パパ。お手伝いできたね。みんなが揃ってから食べましょう。あれ？ありがとう。サラダ見るの？うん。私どうしようかな。今日さ、うん、晩酌するよね。もちろん。今飲みたいけど、今日も2本飲んでるからな。どうしよう、すごい悩むな。あ、どうしよう。どうしよう。いただきます。いただきます。いただきます。やった。うん、食べよっか。どう、かぼちゃスープ美味しい？めっちゃ好きよね、かぼちゃスープね。このつくね、美味しいね。うん。今日のつくねは、ね、豆腐入り。豆腐入ってんの？うん。ふわふわでしょ。うん、柔らかい。あとあのしんちゃんのおばあちゃんが送ってくれたひじきも入ってるよ。あ、うちのばあちゃんの。うん。へえ。あの無人島に住んでるおばあちゃん。無人島。まあほぼ無人島だよ。無人島じゃないよね。私無人島って言ったね。違う違う違う。一応まだ何十人か住んでると思うんだけど。すごいサバイバーだよね。無人島におばあちゃん一人で住んでたらね。なんで無人島って言ったの？離島って言いたかったの。離島に住んでるおばあちゃんって言いたかったの。だいぶ違うね。つくねとビールは合う。合うね。
上手。うまそう。さあ、今日はついに買いました。買っちゃったね。せんべろ。せんべろメーカー。これ欲しかったの。あ、そう。うん。会話もうちょっと後かな。うん。今日さ、この広島の鴨鶴。うんうん。全然冷やでも美味しいから。まずはちょっと冷やで飲みつつ、うん、温まるのを待って、うん、おつまみ食べよう。そうしよう。乾杯。乾杯。美味しいね。これは勘が楽しみだ。今日さ、この子がいるからさ、うん、そうだね。これをさ、テーブルに置ける、うん、から大きさ的にちょうどいいよね。うん、今回さ、せんべろで熱燗するから、ちょっとおつまみも、うん、日本酒に合うやつ、熱燗に合うやつを欲しくって、うんうん、これ煮卵、うん、味玉か、うんうん、の上にとびっこ乗せて、美味しいと思うんだ。見た目がすごい美味しそう。ちょっとね、ニンニクと唐辛子も効かせてる、うん、あ、絶対うまいね、うん、ちょっとピリ辛よ。食べて。あ、いいですか、うん、ありがとうございます。じゃあいただきます。うまい。絶対日本酒合うでしょ。このとびっこの歯ごたえもちょうど合うね。うん、よかった。じゃあ私も。うん。うん。うん。最高に合う。合うね。最高に合う。ちょっと見てみようかな。うん。なんかポンポン。ポンポン言ってる。言ってたね。おほほほほ。クツクツ言ってる。いい感じだね。あ、ちょっとさ、この味玉にのせてる白髪ネギ残ってるからのせちゃう？これに、うん、うんうんうん、絶対美味しいよね。合うね。え、一味かけちゃう、うん、広島の呉の、うん、鶏皮味噌、鶏皮味噌煮、うん、何よ、うん、鶏皮よ。鶏皮いいね。よし、かけてます。いい。さてさて、さてさて、おー、熱そうね。あ、ちょ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 、あ、いやいやいや、あー、いい感じだね。うん、おいしい。熱いよ。熱いよね。うん、うん、これはおいしいよ。うん、うん、缶詰でこの味、しかも白髪ネギと一味かけたの正解、うん、ああそう、美味しい。へ、また顔行ったら。
ゃお腹すいた？うん。じゃあいちごケーキ作って。いちごケーキは作れないけど、いちごはあるよ。やったー。お口にパクってしたい。お口にパクってしたい。大きなお口、うん、タバさんみたい。タバさんみたいだね。大きなお口だ。ママさん、いちご食べて。じゃあそのようにさ、パパを起こしてくれる。あれ？ちょっと開いた、ほら。ちょっと開いた。ほら見て、あれ？違っちゃった。ちょっと開いた。ちょっと開いた。わ。しんちゃん、おはよう。おはよう。おはよう。もう朝ですよ。うん。昨日さ、結局テーブルしまうのめんどくさくなっちゃって、うん、L 字で寝たね。そうだね。でもこれでも結構いけるね。うん。しんちゃんがここで余裕でしょ？うん、余裕。私とゆりがここ？うん。まあ、若干狭いけど、でも全然寝れた。うん。私とゆりぐらいの大きさなら。うん。いいね、テーブル出たままだとすごい楽だから。楽だね。うん？すきちゃんいるそこ。マイカー、来ちゃった。ぴったりだ。ここぴったり。じゃあここふきちゃんのお家にする？うん、そうだね、ここ。ここふきちゃんのお家？うん。そうなんだ。届いた高さになったよ。ね。ふきちゃんなら入れられるよ、ここなら。よかったね、ふきちゃんにいいお家が見つかって。ね、パパ。ふきちゃんのお家がここ。本当だ。ここだもん。ぴったりだね。ふきちゃんって書いてるの。ふきちゃんって書いてるの。ふきちゃんって書いてくれたの。そうなんだ。ふきちゃん。うんうん、あ、ママ、ばあ、うん。ふきちゃんにおうちしようか。そうだね。そこふきちゃんのおうちにしようね。うん。うん、いいよ。ねえ、パパ。何？さっきのミニーちゃんの勉強したい。ミニーちゃんの勉強？うん、わあ。よいしょ。はい、どうぞ。降ってるよね、うん、雪と雨が同時に降ってきた。今日は、うん、ちょっともう外には行けそうにないから、フレンチトースト食べてちょっとゆっくりしたら帰りましょうか、うん、ね、うん、